アオバハゴロモは、カメムシモクヨコバヤモク、アオバハゴロモカに属する昆虫である。薄緑色の美しい昆虫だが、一部植物の害虫としても知られる。野外や森林などに生息し、ウンカやヨコバイなどよりも、はるかに大きくて、幅の広い三角形の羽を持つ。同じくハゴロモの名を持つベッコウハゴロモ類は、その羽を平らに伏せて止まるが、 青葉羽衣はそれを立てて止まる。体長は5.5から7ミリメートル。羽根を含めると9から11ミリメートル。頭は幅広く、先端は尖らない。胴体はそれに続いて胸部はより幅広いが、全体に寸詰まりになって後方に細まる。ただし胴体は完全に羽根に隠れている。触角はごく短い。前肢は三角形で水色を帯びた緑、やや不透明。 後端の縁だけが薄赤く染まる。光子は透明ながらやや白っぽい透明で薄い。前肢より大きいが普段は畳まれてその下に隠れる。静止している時には光子を前肢の下に畳み、前肢は立てた状態で背中の上で合わせるので左右から扁平な横から見れば三角形の姿となる。全体に表面はこう吹いたような艶消し。全身が綺麗な弾力色。 ただし死ぬと黄色く変色することがある。付属詩は華奢だが、胞詩は長く発達している。これも全肢に隠れる。成虫は宿主植物の細い茎に留まっており、往々にして複数個体が集まっている。幼虫もその近くにいることが多い。ゆっくりと歩き、驚くと跳躍し、そのまま飛び去る。卵は枯れらなどの皮下に産み付けられる。微難化面に留まる。 幼虫幼虫は成虫に近い姿で羽がないだけではあるが何しろ成虫が特に羽の大きい虫なので全く違って見えるどちらかといえば肩幅の広い平らな虫である尾の端から老物質を分泌しそれを束のように尻尾につけると同時にその粉末を全身にまとうその止まっている植物の茎にもこの粉末が付着して白くなるのもよく見かける幼虫は 少数個体の集団を作ることが多く、縮子植物の茎がその付近一帯に真っ白の粉まみれになる。このため、白子ババとも呼ばれる。植生は幅広く、多くの野生植物のほか、栽培植物につくこともある。年一化成で、越冬は卵、5月頃に孵化した幼虫は夏、後半入化、成虫は秋まで見られる。日本では、本州以南。 津島や琉球列島まで分布する。国外では台湾、中国に分布する。種として商用樹林に生息し、標高の高いところでは見ることが少ない。日本本土ではあまり似たものはいない。同じトガのトビロハゴロモは全体の形は似ているものの、やや小型で薄い褐色をしている。ススキなど稲荷の野草に止まっているのをよく見る。 同じく羽衣の名を持つ者に、別行羽衣もと。沖縄には、羽衣もどきかのものもあり、形はやや似ている。野外に多い種であるが、時に作物にも来ることがある。特に未完類、クワ、茶などつくこともあるため、農業害虫とみなされることもある。羽ばたいて飛ぶ姿が面白いと、子供がつついて遊ぶこともよく見られる。なお、 学名の俗名芸者は芸者にちなんだものである。岩田はこれについて、おそらく前肢の翡翠色やその末端の紅色、講子の乳白色などの美しさからの連想ではないかと書き記している。なお、彼はこの書でこの肢と、つまぐろ大横ばいを比較しながら、その食物選択性を主題にして一章を、追やしている。地域により、ハトムシ、ハトポッポ、ポッポなどの愛称がある。 ありがとうございます。